はじめまして、ひろみです。今はフリーランスで美容師をやっています。イロの大滝です。はい、振付家演出家のルーです。よろしくお願いします。やりたいこととしては、なんかこうもっとなんか広い視野を持ってほしいなっていう、なんかもっといろいろ見た方がいいし、多分知った方がいいなっていう、うん、どうしてもこうどのタイミングでそういうのがこうできるかっていうのは分からないと思うんですけど、みんなやっぱりすごい美容師は特に入ったら入ったでやっぱ他との関わりがそんなにあるわけではないから、やっぱどうしてもすごいこうなってしまうと思うんですよね。なんですけど、やっぱりそうやって世界で例えばやってる人がいて、意味わかんないかもしれないですけど、自然からインスピレーションを受けてる人もいたりとか、でも僕だからそういうのって見た方がいいし、そういうの知りたいんですよね。なんかやっぱ自分の今思ってる価値観だったりとかキャパシティっていうのがどのぐらいなのかとか、そういうのってやっぱりものすごくやっぱ自分がリスペクトしてる人たちとこう話すのか、まあ、そういう人たちが周りにいないにしても広げようとしないと、なんかすごいもったいないなっていう、なんかすごい狭いところでやっててすぐ自分のこう決断を下してしまったりとか、自分の意思がそれで決まってしまってるっていうのがもったいないなって、こうすごく今美容師さんとかと関わってたりとか、僕は別にそんなに多くの人と絡まないんであれですけど、成長をこう止めたりとか他の道にこう進んでいくみたいなのもこう生まれちゃうのかなって思うんで、いろんな、なんかもっとすごい人っていっぱいいるから、例えばお店の中ですごいと思ってる人がいたとしたら、でも他のお店にもすごい人はいて、なんかそういうすごい広い視野を持ってこういろんなことを見ていかないともったいないなっていう、うん、それは僕がすごい広い視野を持ってやってきたからっていうわけではなくて、僕もずっとこういう視野でやってきて、いざ自分が何かをやろうと思った時にいろんな人と出会って、それは思いましたね。なんかもっと早く出会ってれば多分もっといろんなことがこうクリアになったりとか、自分が思ってる思考がどういう思考なのかとかもこう分かったのかなっていう感じがあるんで、そのちっちゃい中で言うと、それで上にいる人たちの意見が正解みたいになっちゃってるのがちょっともったいないよね。やっぱ僕もルーさんとか、自分がスタイリストだっていろんなお客さんやってる中で、やっぱ自分よりもやっぱはるかにやってる人たちっていっぱい来るんですよね。でもその人たちからしたら、僕は美容師だから、なんか僕がどのぐらいの美容師かっていうのは関係ないと思うんですけど、でも僕からしたらやっぱりそれってすごいこうなんか外の世界みたいで、すごいこうなんか魅力的なんですよね。例えばルーさんが世界行ってますみたいなって言うと、僕と年齢が近いから、あ、でもすごいなって、そしたらなんかやっぱ世界っていうこうのがこう自分の頭の中でもこうちらつくわけですでもそういうのってすごい大事だと思うんですよね、うん、美容業界ってそれがすごく、変な言い方するともうなんかこうキュッみたいな、これはこうみたいな正解はこうみたいなのを結構言ってることが多いから、なんか本当は何でもいいんだよみたいな、そういう意味でなんか本質的な部分がこう分かんなくなっちゃってるのがね、うん、多い。生徒何人いるんですか？生徒ですか？ですね、オンラインとか合わせたら、オンラインとか合わせたら300人ぐらいです。300ボス、ボス、いやでもね、ボス感は多分ないんですよね。ボスは多分勤めてるんですけど、あんまりボス感はないっていうか、結構友達っぽい感じ、みんなと教えることは教えるけど、割とずっと周りに人いるみたいな感じなんで、ママじゃないけどお姉ちゃんとママの間みたいな感じ、いい関係ですね。怒ることもしないですし、私は一切しないし、なんか褒めちぎりますね。結構その子のいいところを見つけて褒めちぎったり、でもやっぱ自分がキッズの時からダンスをやってきたから、どういう先生に習いたいとかっていうのっていろんな先生受けてきて、なんかあ、この先生はすごい教え方がうまい、愛情があるとか、この先生はすごい自己満で踊ってるなとか、なんか教えることにすごい頑張ってる先生と、なんかあんま教えることにそんなに頑張ってない先生っていうのは、やっぱり受けてた立場はすごく分かったから、あ、この先生にやっぱ習いたいっていう先生っていて、私が小さい時からいてってなった時に、自分が教える立場になった時にすごいいいレッスンができてる気がするんですよね。私はキッズもまあ大人もいるんですけど、すごい大事な時期を預かってるので、大事な時期に、一緒にこう共にするわけなので、もう質の高い教育っていうか教えをしていきたいなって思ってるから、もう本当にそれも日々
勉強で、本当に今でも、ああ昨日のレッスンなんかもうちょっと教え方うまくできたなとか、私の伝え方とか動き方一つでその子どもたちの吸収もすごく変わってくるから、本当にその私が集中して教えるともうみるみるスポンジのように吸収していくんですよ。でもそれがちょっとでもこう私の気持ちだったり伝え方が足りないと成長の速度もちょっと遅くなったりもするから、なんか今でもいいレッスンできた人は、ああなんかもうちょっとできたなっていうレッスンはめちゃめちゃあって、こう反省会をしますね。ルーさんってなんかどんな現場でどんなに襲うがもう全く変わらないみたいな、もうずっとこれらしい嬉しい本当だ、僕それ無理だなと思って僕も自分がブレそうになった時やっぱ浮かびますもんね、あダメだなって、ルーさん笑ってんだったら笑おうみたいなブレる時にやっぱ人のそのファって言った一言とかってなんかあるんですよね。なんかモデルさんとかもなんかあの時のカメラマンさんのあの言い方がちょっと強かったみたいなことを例えば僕にボソって言ってきた時に、あ僕もそういう時あるなみたいな、うん、やっぱそういうところですよね。なんか押した時こそ持ってこいみたいなところあるんですよね押してちょっと現場の空気悪くなった時こそ私の出番だみたいな時あるから、押すこととかも別に気にしないし、私もやっぱクリエイターだからいいものができるってことが一番じゃないですか。その日のその日にみんなでいいものを作るっていうことが一番だから、そしたらもう押してもやっぱいいのが取れた方がいいしってなった時に、別にいい空気にあとはしたいっていうだけで、なんか押すことに何もまず感情がなく、なんかはい行きましょうみたいなはい行きましょう行きましょう、いいじゃんみたいな感じでこう最後盛り上げて終わりたいなっていう、自分の一日もいいじゃないですか、みんなも少し気楽になるし、いやなんかすごい慣れたんですよね。なんかその若い時に結構長い現場がやっぱ多くて、 MV とかもう丸2日寝ないとか平気であったんですよ。それで結構メンタルも最初当時は20歳ぐらいの時はもうズタボロにやられて、ああもうやりたくないみたいな時もあったんですけど、なんかやっぱ負けたくないっていう気持ちの方が強くて、あ自分も準備不足だったかなとか、自分もっとできるなとか、なんか余裕がなくなる自分もすごい嫌だったから、なんかこの仕事すごい楽しくやり終える時どういう自分なんだろうみたいないうふうに思っていって、なんか現場もやっぱ楽しくなっていくというか、もう楽になってきました。あ、雇ってません。私は一人でずっとやってますけど、まあ、自分はたくさんこういっぱい上の人たちに教えてもらってはきてたんですけど、まあ、技術のやり方とかって人それぞれだなと思うところもあるし、なんか自分のやり方が絶対じゃなくて最終的にどんな形であってもいいと思ってるんで、なんかいくら自分の技術を知りたいっていう人がいたとしても、なんか自分がこう絶対そうした方がいいよとも言い切れないっていうか、まあそれは自信がないのか何なのか分かんないですけど、自分は自分のやり方でただやってたいだけっていう、まあちょっと人に対して冷たいのか分かんないんですけど、大敵とかはルーさんもそうなんですけど、まあいっぱいこうアシスタントとかその教えてる子たちがいると思うんですけど、まあそういうことができてる人たちは逆にすごいなって思ってて、まあ、もちろん自信もあって教えてる部分もあるし、法的とかに関しては社員をつけてるので、その、まあ、家族みたいなもんじゃないですか。家族を養っていくぐらいのレベルでその社員のことを考えなきゃいけないんですけど、そのキャパシティがまだ単純に私にはないし、それってすごい社長とかその店長とかってキャパ、その社員を支えたり一緒にやっていこうとする自分自身のキャパシティがあるのがすごいなっていうのは思ってるし、まあ自分も最終的にはそういうのは持たなきゃいけないかもしれないけど、ちょっと向いてない単純に言い方悪いですけど、無駄なことを考えなくていいっていう環境にあるから、自分のパフォーマンスはまあ下がることはないんですよ。で自分はまず一旦そこで一人でやって、そこからまあもっと大きな仕事をしたいとか、そうなった時に、まあ、アシスタントっていうことを考えればいいかなって思ってるんで、今は一旦一人でやってます。前のお店に行った時はそのいくら下にいっぱいいようがマインドがもう低い子とは僕本当会話してなかったよねだから下の子からしたらもうとんでもなく怖い人みたいな、多分挨拶ですらちょっと普通になんか怖いなみたいな、多分僕がどんだけ言ってそいつが辞めようが僕には関係なかったんですよね、前のお店の時は。なんですけど今はそうはいかないなっていう、そこと一回ぶつかりました自分も。なんか僕は僕のスタンスでやってたけど、やっぱそれだと次から次にこう僕に新しいアシスタントが来るっていう環境でもなく、
なんかその辺も全部自分でこうコントロールしなきゃいけないってなった時に一番苦労したかもしれないです、そこが。だからよく僕もいろんな今いろんな仕事をしてて、やっぱオーナーさんとかとやった時にやっぱみんなめちゃくちゃ優しいんですよ。で最初はなんでこんな優しいんだみたいな、そんなんでなんかマインドとか、 なんか自分のやりたいこととかブランディングとか伝わんのかなって思ってたんですけど、まあそういうなんか柔らかさ、単純に自分が何にプライド持ってるのかなって客観的に考えることになりましたね。この色で人を雇って自分の下にこう人をこうなんですか雇っていくっていうところで、でも僕はその技術にしかプライドないなって単純に考えた時に、だから僕がカートが下手だとか何かすることに下手だって言われることに対してはいつもみたいな熱量でいけばいいんだなっていう、で僕の人間的な部分、そのこうしてほしいとかこういう空気感が嫌だとかっていうところも同じ熱量で僕プライドを勘違いしてたなっていうのがあって、うん、だから僕の人間性に関してはなんか僕って意外と何でもよかったなっていう、だから今も下の子からもなんか言われた時にその空気感が悪いとかそれはあの素直に聞くでも僕とレさん多分似てるっす、似てます多分、仕事に対する多分もう姿勢と、私も本当にもう尖ってた時めちゃめちゃ尖ってたんで、なんか今はやっぱりもう尖ってもいいことないじゃないですか。でもなんか怒る時も怒ってきたけど、なんかそれも本当にいいことないからもう絶対怒らないって決めて、もうでもやっぱめちゃめちゃ尖ってたっていうか本当に負けたくなかったし、でもやっぱりいざ結果も出てきた時に自分が一番上にいれなかったってこともあるから、じゃあどうやって勝っていこうとか、まだ今でもなんか勝負の途中みたいなところはあるから、僕はその本当にいろいろこうやりたいものが別にあったんで、まあ、職業を最終的に選ぶっていうのがちょっと遅かったんですよね。正直言うと本当に美容学校っていうそのいろいろ選択肢があって、僕は本当にそっちに行こうって決めてて、ファッション的な部分も好きだったしサッカーやってて本当にそっち行こうとも思ってたんですけど、なんか人生って考えた時にずっと同じことをやっててもなんか面白くなくて、最終的に美容学校を選んだ理由はみんなが例えばサッカーとかバスケとか野球とかってもうやってる人たちじゃないですか。もう多分みんなバラバラだとしても必ず経験はあって、でも美容師ってそっからだなと思ったんですよ。美容学校にパッて入った時から、確かに高校までってフラットじゃないですか。確かにスタートラインが一緒みたいな。だから僕の少ない選択肢の中でみんながフラットでスタートし始められて、なおかつその自分がやった分だけ結果になってその評価を埋めるものっていうのが美容師しかなかったっていう。なるほどね、すごい。私は高校生の時に美容学校行くって決めたんですけど、単純にまあ洋服とか好きだしそういうのに関わりながら仕事したかったのと、まあ、一番の決め手となったのが、まあ、美容師って、まあ、全部こうオーダーメイドで全て自分の作業で終わらせるじゃないですか。例えば、まあ、ファッションデザイナーだとしたら、まあ、全部自分でやってる人もいるんですけど、まあ、デザインを起こすデザイナーがいて、そこから、まあ、パターン化する人がいて、こうあと素材選ぶ人がいて、最終的に作り上げる人がいて、売る人がいて、着る人がいるまでのこの着る人お客さんまでの距離がデザイナーからすると遠いじゃないですか、すごく。っていうかこのデザイナーはこの着てる人が一体どんな気持ちでどんな状態で着てるかっていうのは知らないことが多分多いと思うんですけど、美容師ってその場で、はい、お客さん来ました、素材が来ました、その髪の毛をどういうふうな薬剤を使って時間を使ってこう組み立てていくのか、で最終的にお客さんどういう気持ちで今いるのかで、まあ、それが嬉しいのか、まあ、あんまり良くなかったのかとかもすぐ分かるっていう、このルーティーンというかループがすごいなって、なかなかない仕事だなって思ったんですよ。でそれが単純に面白かったし、まあ、それをやることによって、まあ、やっぱ対人の仕事がしたいとは思ってたし、その人を喜ばせてあげられるっていうのが一番は、まあ、美容師としていいなと思ったっていうのがあったのと、あとは、まあ、自分を介してこう自分がこう人のプラットフォームでありたいっていうのはいつもずっと思ってる夢で、で美容師っていろんなお客さんが本当来るので、
なんかそれを介していろんな業界の人ともつながるし、まあ大手もさっき言ってたんですけど、自分の知らない業界の人とつながって、まあそのお客さん同士がまたつながったりもしていくから、まあこう自分つてにいろいろこう人の輪が広がっていくっていうのもまた面白いなとは思ったんで、まあ今の仕事を選んでるし、まあ何よりも今楽しくやれてるので一番いいかなと思ってます。好きな人が美容師だったって言ってました。あ、それし、それが一番言ってました。それはちょっと違う、ま、好きな人はファッションスタイリストになりたかった。違う、ファッションスタイリストになりたかった。あれ、東京行ったら私が美容師になったら一緒に仕事できるじゃんと思って、よしやろうって言って、それが第一って言ってたよね。それ第一だけど、それカットカットカット。私はもうそれしかダンスしかなかったっていうのがまあ本当にもう結末なんですけど、でもまあダンスで生きていくって結構難しいじゃないですか。で難しかったから、まあとにかく福島に住んでたんで名前売ることも難しいし、知ってもらうこともまず難しいって状況で、でも2歳からダンスやってて、でまあ中学校とかに上がってもまあテストができなかったんですよ。勉強ができなくて本当に。でもうダンス頑張ろうってこうどっかで切り替えて頑張ってた中で、まあ、高校1年生の時に全国大会で優勝することができて、でそこからもうダンスしか考えてなかったし、親ももうあこの子ダンサーになるんだなっていう感覚だったから、ダンススタジオも作ってくれたりして、で高校2年生の時から私教えるのもすごい好きで、もともと別に職業じゃなくてこう近くの子後輩っていうか小さいキッズの子に教えるのとかも中学生の時からすごい好きだったんで、まあ、もちろん大学とかっていう選択もなく、もう本当に高校生の時からずっとこの仕事をしてるって感じです。目標ではあって、あとは、まあ、自分の一つのテーマとしてもその抜け感だったりとかパーソナルっていうところは今後も追求していきたいし、みんなで追求していけたらいいかなとは思ってます。取れる結果はなんかもう取った気がするから